皆さん、こんにちは。水墨絵師の松木木牧善です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。皆さん、水墨画楽しんでますか今日も上達に向けて皆さんと一緒に水墨画楽しく描いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、皆さんそろそろご準備されてるんじゃないのかなと思いまして、初中見舞いですね。初中お見舞いを 金魚をね描こうかなと思います。ちょっと涼やかでね、可愛らしくていいかなと思うんですが、えー、チャンネル登録がまだお済みでない方、ぜひチャンネル登録をしていただいて一緒に挑戦していきましょう。チャンネル登録していただけると私も大変励みになります。<laughs> よろしくお願いいたします。えー、これね、水木画用の葉書になりますあの。私の大好きな厚生杯です。 はいえー、本画戦士ですねで水墨画の,あのおはがき売ってますのであのご用意できる方はね、えー、お買い求めいただけたらと思います。はい、こっちにね切って貼って宛名書くとねお送りすることできますのでこの水墨画のおはがきに今日は書いていきます。お筆はですすね、ね。筆使っていきます、ね、で墨は河川の静墨木液タイプ使っていきます。 ご参考にししていいただけると嬉しいですで、えーと。この水墨画のね道具一式や今から登場します技法などにつきましてはあの過去動画にね詳しくあげている回がありますので是非事前にチェックしていただいてですね上達水墨画のこちらの動画、えー、見ていただきたいと思います。で関連動画につきましては、えー、説明欄の方に URL 貼っておきますのでよかったらチェックしてみてくださいね。 この上達水墨画の動画では詳細の説明は省略させていただきます。ご了承ください。はい、じゃあやっていきましょう。お筆よく洗いました。濃い炭をね毛先に取りますね。まずえっ、ー、と金魚さんの頭の部分から描きます。こっちしようかな。 えっとね、二匹描こうかなと思います。今頭とお腹と背中までね、二匹分描きました。 上からちょっと足しちゃいますね。 回転させて。 エラのところも描きました。ちょっと鈴み出しておきます。じゃあこっちの子も行きますね。 で入りました。目を入れます。濃い墨、脳ぼくりますね。ちょっと上側がいいかな。 綺麗の線を描いちゃいますね最後水草を入れたいと思います三木法でいきましょうパレットコロコロ砲ね はいえー、金魚の初中見舞いは7月7日ぐらいからまあ梅雨明けぐらいから8月の6日でしたかね、えー、離手の前日ぐらいまでね初中見舞いの適切な時期。 <laughs> みたいなんですねなので、えー、ご準備されている方も多いかとは思いますがよかったらご参考にしてみてください大変励みになりますので、えー、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、この上達水墨画の動画は毎週末更新しております、えー、毎週末お目にかかりまして新しい題目に一緒に挑戦していきましょう では、皆様の水墨が応援してます。頑張って